皆様こんばんは。在宅歯科カレッジの緊急生放送を開始していきます。本日もゲストがいらっしゃってます。塩谷さんなんですけど、塩谷さんに関しては自分の働きたい働き方についてというテーマで今日はお話ししていただきます。塩谷さんお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと塩谷さんお待ちくださいね。はい、で、ちょっと先にちょっと紹介をさせていただきたいんですけれども、皆様もご存知かもしれませんが、歯医者さんたちが集まるポータルサイトの、ホワイトクロスさんで、5月19日に、生放送で訪問歯科の、講演会をさせていただきます。このセミナー自体は5月19日を過ぎても1ヶ月間、録画視聴予約、録画視聴の期間がありますので、もしよろしければご覧ください。詳しくはホワイトクロスさんのページをご覧いただければと思います。はい、というわけで塩谷さん大変お待たせいたしました。あ、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと先に、塩谷さんと私がどこで会ったのかっていうと、まああれですよね、以前勤めていた会社の時に、まあ個別にお会いしたのが確かきっかけだったような気がします。そうですね、前職で働いていた介護食品で食べる方ですね、はい、そちらの会社の、新規事業の企画の責任者を僕がやっていて、一番最初はその時所属していた会社の社長と僕が業務的な、うん、ことをいろいろ歯科医師の先生にヒアリングするということで池田先生をご紹介いただいて、それで伺わせていただいたっていうのが一番最初だったと思います。そうだ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 、はい、なんかもうかれこれそれも 2年前3年前ぐらいですかね。いや、もっと前もっと前もっと前もっと 前あ、マジで怖い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 、はい、もうね5年ぐらい前なんです。5年前ですね。もうそんなに前だったから怖いな。いや、そんなに前もうびっくりするぐらい。そうですね。あ、で、はい、そう、その後に定期的に、定期的にって言うとあれですけれども、ある程度の期間を置きながら、個別にお話伺ったりとか、そういったことを半年に1回ぐらいの頻度では多分お会いしてたんじゃないですかね。そうですね、多分その感覚が強すぎて、多分直近で会ってるって思い込んでるんでしょうね。あー怖い怖い。そう、最近はね、そうですね、その会社を辞めてからも時間も経ってることを逆算するとやっぱり5年ぐらい経ってます。怖い、はい、そうか、もうそんなんなのか。それは長いお付き合いありがとうございます。いやー、こちらこそありがとうございます、本当に。はい、はい、じゃあ今日はその塩谷さんにお話しいただく前に、まず塩谷さんの自己紹介からよろしくお願いします。あ、はい、塩谷と申します。よろしくお願いいたします。私はですね、今は貿易関係の会社を経営しながら、もともとはですね、先ほどちょっとお話しあったように、会社員時代に事業企画をやっていたりですとか、あとコンサルティングの会社にいたりとかっていうこともあるので、そこら辺を活かしながらいろいろ事業企画とか、あとはその、個人の人を、エンパワーメントするような、そういったことの、企画に携わっていただいたりとか、そういったことを、今してます。はい、はい、ありがとうございます。はい、あ、話足りないことが大丈夫。ごめんなさい。で、僕の、やりたいことっていうのも結構いろいろあってですね、その中の、プロジェクトっていうのもいくつか立ち上げていて、そんな話を今日させていただければなというふうに思うんですけれども、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。まあね、今回になったきっかけも、Facebook でね、アイスの話が振られてて、連絡来る前に知ってたんですけどね。あ、そうなんですか。確かその前、なんでだろう、その前にシェアしてたかなんかかな、はい、なんかはい、そうで、サボイアケって書いてあって、もう頭がハテナマークだったけど、元から塩谷さんアイス好きだったし、そういうことかなって思って、
まあまあまあ、まあ、とりあえず今日も途中でその話が出てくるでしょうけど、はい、まあ、まずとりあえず経歴があまりにもよくわからなすぎるので、あの大学卒業後から現在に至るまでとりあえずお話ししていただいてよろしいですかね。はい、はい、いろいろやってるんですけど、まあ、もともと大学時代にですね、僕は映画関係をやっていて、映画を撮っていたんですね、学生時代に。そうか、学生時代だったんですね。そうです、学生時代に、撮っていて、まあ、そこから映像関係の仕事っていうのを映画とか、まあ、そういった現場とかに入って、まあ、制作関係とかそういったことをやってました。テレビとか CM とかそういったところですね、うんうん、まだ今みたいにデジタル系のものがまだ出てき始めたぐらいで、まだフィルムとかそういった映画とか CM とかだとフィルムで撮ることが多くて、まあ、そこら辺の、現場の制作がうまく進むようにっていうような、アシスタントプロデューサーって言われて AP さん、うんうん、よく AD さん、アシスタントディレクターさんって言われる AP さんって言われる、制作関係のことを、やってました。でその後、3年ぐらいですかね、3年ぐらいやった後に、突然、まあ、いくつかその映画の現場とかやってたんですけど、その後急に転職をします。で転職をして、その後は普通の一般企業なんですけれども、そこはちょっと今の僕の現金につながるんですけれども、新規事業とかをやらせてくれる、そんな大きくない会社に入ったんですね。アウトソーシングの会社だったんですけれども、うんうん、そこに10年ぐらい勤めてまして、はい、で最後の4年ぐらいですかね、4年ぐらいは、経営の方、役員の方やっていて、そこら辺の部分を、やっていたという形です。でそれがですね、30前半ぐらいですかね、34から5にかかるぐらいだったんですけど、その時に、東日本大震災っていうのがあって、うん、僕は地元がもともと宮城県なんですね、うん、で、父親の方が石巻っていうところで、うん、で、一番その石巻でもひどい、まあ、亡くなった方が一番大きい地域、多い地域っていうところにもともと住んで、小さい時から住んでいたっていうところがあって、で、まあ、親戚も結構周りにいたんですね。で、僕自身は東京に、まあ、さっき言った会社に勤めていたので、東京にいたんですけれども、まあ、震災になって、まあ、5日目ぐらいですかね、向こうで自分の親戚で、まあ、持病を持ってるんだけれども、今、小学校に避難してる。で、東京に連れて行ってくれないかっていう連絡があって、東京から、まあ、その時プリウス乗ったんですけど、プリウスだったから行って帰ってこれたんですけど、まあ、それで、石巻まで迎えに行って、で、帰ってきてっていうところがあったんですね。で、まあ、それがきっかけで、その後、会社を辞めて、向こうの東日本大震災の時の、被害を受けている行政のコンサルティングの会社に入ります。で、福島県の、原子力発電所があった地域の、避難設計をやるっていう仕事に携わって、東京と福島を行ったり来たりですね、週の半分は東京で、こちらの観光庁と打ち合わせをして、半分は福島県の方に行って、そこら辺の向こうの、ま、県とか、あとは町役場とか、そういったところと話をしながら、いろいろ進めるっていうような仕事をしていました。で、それが、まあ、3年の時まで、震災から3年間経つところまでやっていて、その後、まあ、僕が関わっていた地域っていうのは、相当高齢化率が高かったんですね。うん、まあ、その福島県の。まあ、働ける人っていうのは、もう働かなきゃいけないっていうのもあるし、まあ、移動して、違う場所に住んで、もうすでに働いていたりとか、子供を学校に入れたりっていうことをしていたので、残されたのは結局移動できないお年寄りばっかりだったんですよ。で、まあそこの避難設計っていうところで、結構住居の状況とか、そういったことをですね、ずっと、まあ、現場に行って確認したりとかっていうことをしている中で、まあ、やっぱりですね、まあ、食事もそうだし、普段の生活っていうのは普段の状態とは違うので、まあ、それによって、うつになったりとか、あとはアルコール依存症になってしまったりとか、そういったことを結構見ていて、まあ、高齢者にとってのその食事とか、あとはそういったその健康状態っていうのをどういうふうにキープするのかっていうところに、まあ、そこにすごい結構課題意識を持って、その後にそういった部分のですね、高齢者の食事、
特にその病児食とか、まああのまあ、園芸についての、まあ、柔らか食とかそういったことを全般的にメーカーとしても卸としても通販としてもあの、まあ、その業界では大きくやっている会社に、事業企画という形で、在宅向けの、介護食品の、まあ、普及というか、まあ、そこら辺の啓蒙も含めて、やるっていう立ち位置で、まあ、入ったという形です、まあ、その時に、まあ、池川先生とお会いしてっていうところで、まあ、どういう状況なのかっていう、まあ、専門職の先生方に聞きながら、まあ、そこら辺の部分を進めていたっていうところなんですけれども、うん、まあ、そういったところの後に、まあ、私自身、まあ、独立して、自分の、できる範疇っていうのをいろいろ組み合わせたり、いろんな業界の人たちと組み合わせながら、まあ、プロジェクトベースで、仕事をやっていきたいっていうところで、現在、まあ、独立して、会社をやっているという形です。はい。はい。という、何分でしょうかね。何分っていうか、すいません。はい、アイスの話がどこにも出てこないんですけど、アイスはどこでどうなったんですか？はい。そうですね、アイスに関して言うと、まあ、その僕の職歴っていうところとはちょっと全然外れていまして、そうなんですね、アイスにかそうそう、アイスに関して言うと、僕、子供の時からも好きなんですよ。ほう。で、子供の時から好きで、一人と僕、男の子3人兄弟なんですけれども、はい、まあ、親父がいて、親父も好きで、まあ、家にいつもアイスクリームがあるお家だったんですね。で、子供の時からまあ買ってくるとその日なくなってみたいなことで、まあ、よく母親に怒られたりとかしてるんですけども。どの大きさのアイスですか？どの大きさのアイス、まあその時はね、子供だったんで結構ファミリーパックとか、なんか箱に入ってるやつとかあるじゃないですか。あとはレディーボーデンって言われてる、昔の高級アイスみたいな、こういう1リットルとかのアイスとか。それが1日でなくなるの？ああ、もう男4人だったんでね、もうそれはもう1日で大体なくなってました。それは怒られるかも。まあ親父が一番食べるんで、親父が一番怒られてたんですけど、まあまあそういう、まあ、家だったんですよ、はいはい、とにかく。で、まあ子供の時から好きで、まあ、自分の、まあ、お小遣いとかで、まあ、駄菓子屋行ったりとかして買ったりとかするじゃないですか、ガリガリ君とか、はいはい、まあ、そういうのを食べたんですけれども、まあ、この時にですね、まあ、それまでジェラートとかって、まあ、東京にはあったかもしれないですけど、僕の住んでる仙台には多分なくてですね、まあ、仙台の中でも割とそう繁華街の真ん中に、宮城県の米どころなんですけれども、笹錦っていう米があって、はいはい、その笹錦を作ったジェラートっていうことで、すごいテレビでなんか人気のお店があったんですね。でそこでアルバイトをしてたんです僕。それ食べたくて？まあ食べたくてもあるし。なるほど。そうですね。そう、食べたくて、まあ製造とかも、も製造とかの最中につまみ食いとかしてたら、もうそれっきりも製造をやらせてもらえなかったりしたんですけど、はい。というところで、まあアイスクリームはすごい好きだったんです。まあ単純に、普通に好きだったんです。で、まあ大学ぐらいになって、結構その大学の時はそのバイクとか乗ってて、はい、結構旅行とか行くの好きだったんですね、うんうん、日本一周したりとかしてたんですよ。で、まあ、行った先にそうなんです、その時は本州一周かな、バイク一周、うん、バイクに乗ってとかっていうのをやったんですけど、まあ、行った先々でそういったアイスクリームを食べたりとかっていうことが好きで、で、まあ大人になってからも、まあ、旅行した先でも見つけたりとかしながら食べて、まあ、それを、まあ、ブログとかに書いてたんですね。で、まあ、それが積み重なって、だいたい今3000種類ぐらい、アイスクリームを食べて、で、そうなんです。で、まあ、その3000種類食べて、こんなのが美味しいですよとかっていうのを書いていたんですけれども、またそれをきっかけで、なんかそのアイスクリームを好きな人たちっているんですよ。結構マニアックな世界なんですけど、はいはい、私は、かき氷が好きですとか、あとはコンビニアイスが好きですとか、ソフトクリームが好きですとかって、結構ね、それはね、専門領域が分かれるんですよ、みんな。かぶらないんです、あんまり。なるほど。で、僕はジェラートが好きだったので、ジェラートが好きですっていうことを言っていて、まあ、書いていたら、まあ、それをきっかけになんかいろいろテレビにご紹介していただいたりとか、うん、まあ、ラジオに紹介していただいたりとかっていうことで、まあ、時々、その会社員をやってる間でも、紹介してもらって、テレビに出て、まあ、こういうアイスが好きですとかっていう話をしてたりとかしてたんですね。なるほど。で、そう、そういうなんかその、まあ、ジェラートの
好きなマニアですっていうような立ち位置を趣味の一環としてやっていたので、はい、特にそのさっき言った職歴の中には、まあ、その高校生の時にアルバイトしてたっていうぐらいで特には出てこないんですよ。はい、ジェラートとアイスの違いが分かんないです。ジェラートとアイスの違いっていうか、まあ、ジェラートはイタリアの方で、まあ、アイスクリームのようなものを、まあ、ジェラートって、まあ、一応言うんですけども、まあ、決定的に何が違うかっていうと、まあ、乳脂肪分が、まあ、イタリアのものに関して言うと、まあ、アメリカとかで食べられているものより低かったりですとか、まあ、そういったあとは手作りで、まあ、工業的ではないとか、あとはそのオーバーランと言われているその、まあ、空気を入れて、滑らかさを出すんですけれども、うん、その量が多いのでその滑らかであったりですとか、うん、まあ、そういった特徴としてはあったりとかするんですね。ただまあそのアイスクリームとジェラート、ここからはアイスクリームです、ここからジェラートですっていう違いが特にあるわけではないっていうのが、うん、まあ、アイスとジェラートの違いは何ですかって聞かれたときに、まあ、お伝えしている形ですね。なるほど。はい、だそのジェラートに関して、まあ、お話をするとちょっと長くなっちゃうんですけども、もともとはもうそれ、紀元前からもあるもので、うん、ただその嗜好品として、ジェラートっていうのが出てきたのは、まあ、シーザー・カエサルの時代に、まあ、クレオパトラとのロマンスの中でこう食べるために、山脈の方に若い者を走らせて、まあ、昔は冷凍庫とかなかったので、うん、まあ、氷とかそういったのを持ってこさせて、それを、まあ、ヤギの乳とかそういったものをかけて食べたっていうのが一応ジェラートの起源だというふうに言われてます。はい、なので、まあ、昔は本当に特権階級の人しか食べれないような本当に、まあ、贅沢品の中の贅沢品っていう、うん、そういったものだったんですね。まあ、今いい時代になりましたね、冷凍庫あるから。いやー、そうですね。なので昔の王様よりいいものを食べてるっていうことですよね。今のそうですよね、この庶民は。うーんもうだから時代がね、今、まあ、コロナがどうだっていう話にもなってますけれども、うん、まあ、今の時代に生まれてるってことは本当に、まあ、100年前、本当にもう1000年前と比べても一番その庶民の人でもいい生活を王様よりしてるので、確かに素晴らしい時代だなというふうには思いますね。そう、はい、そう考えるとそうですね。で、はい、いや、アイスのね、その塩屋さんから、もらったあの金色の名刺がね、まあ、はい、あ、おー、はい、覚えてます？いや、覚えてるんですけど、それもあまりにも昔の話すぎてちょっと忘れてました。お渡ししたのは5年前です。なんかすごい会員番号がめちゃめちゃ若いっていう。あ、そうですね、アイスマニア協会っていう、これはなんかコンビニアイスをのマニアの方で、まあ、マツコの知らない世界とかに出ていたりとか、うん、あとそのアイスクリーム博覧会っていう、まあ、結構大きなイベント、ゴールデンウィークとか、まあ、本当だったらゴールデンウィークに毎年やっていて本当に数万人来るようなイベントをやっている方がいるんですけども、その人ともともと知り合いで、まあ、そこにジェラートマニアとして入ってくれないか、今は多分1万人くらいいるんじゃないですかね、多分アイスマニア協会は。はい。で、今多分僕はその時8番とか、7番とか8番だと思うんですけど、だいたいそれ6番ぐらいまではそのアイスクリーム、アイスマニア協会の方なんです。はいはいはい。運営してる方なんです。はい、だから純粋に外部のそのマニアみたいな感じで言うと多分2番目か3番目くらいだったと思うんですね、その当時。それが功を奏して、クラウドファンディングとその題名が、はい、サボイヤ家、もう全然わかんないんですけど、とりあえず、はい、クラファンの説明してもらっていいですか？あ、じゃあちょっと画面共有してもいいですか？あ、いいっすよ。今日の、あら、ホストが画面共有を無効にしました、ね、画面共有、あ、OK にしていただいても大丈夫？え、画面共有 OK？ なんかね、ホストが無効にしてるっていう表示が出るんですよ。あの画面共有の下のボタンあるじゃないですか、真ん中の。あ、共有って押せばいいの？あ、違う。そしたらこっち共有にしちゃった。あ、そうですね。多分ね、共有をね、許可するっていうのが多分あるのかな。これホストが多分全部
やられてると思う。あ、設定かな。ちょっと待ってくださいね。設定で、はい、自分のミュート、あ、ごめん、塩屋さん。はい、今まで、あ、できない。大丈夫です。はい。ちょっととりあえず説明で、すいません。はい、はい、いえいえ。あの、説明をしますと、まあ、あの、今までは先ほど言ったように趣味でやっていて、まあ、特にその会社員だったりもするので、うん、まあ、それをなんか自分のビジネスにつなげようとかっていうのも完全になくて、もう趣味の一環で、誘われて、こう、なんか人前で話すとか、まあ、そういったことをしていたんですね。うん、で、ただちょっと今回コロナのことがあったりとかいうのもあり、まあ、先ほど、まあ、ジェラートの歴史というか、まあ、どういう成り立ちで出ているかっていうことがご説明したと思うんですけど、そういったこともあったりとか、あとイタリアがちょうどその時一番コロナで結構大変な時期だったりっていうこともあり、あとは、まあ、先ほどからそのサボイアって話が出てると思うんですけど、イタリアの王国、もともと第二次世界大戦まではイタリアは王国で、その後戦争に負けて共和制になってるんですけれども、共和国になってるんですけれども、まあ、その時の王室っていうのが日本でいう皇室みたいな感じで残ってるんですね、うん、で、まあ、政治的なところに関わってはいないんですけれども、日本の皇室のように、まあ、王室として、まあ、世界に対して貢献するっていう活動をもうずっとやっていまして、まあ、世界中でいうと4000人ぐらい騎士団の方っていうのがいらっしゃる、騎士団の、ナイトと言われている人たちがおりまして、それに、私も、なることになったっていうところがあって、まあ、その活動の一環として、まあ、王室の活動を広めるっていうことと、あとはそれを私が得意なそのジェラートっていうことを含めて、伝えていくっていうことから、まあ、ゴールデンウィークの1日目からですかね、4月28日から、イタリア王室、サボイア家に献上するジェラートっていうことで、3000種類を食べたマニアと、あとは世界で入賞している、ジェラート職人の方に作ってもらって、そのジェラート自体をクラウドファンディングするっていうことを始めたっていうところです、うん、で、まあ、今10日ぐらいですかね。で、今日の朝確認したらですね、今、120万ぐらい集まっていて、達成率が 603%。 603、そうですよね。もうサクセスしてたなって思って、はい、ネクストゴールも終わってるってことですか？はい。ですね、ネクストゴールを今設定するかどうしようかっていうことで幕開けさんと話をして、ちょうどゴールデンウィーク前で、あの、幕開けさん自体、あ、幕開けっていう、クラウドファンディングのサイトでやってるんですけれども、はい、あの、在宅でその会社さんもやってるので人手が足りなくて、なんかあの、いろいろこう普通にやるときと、うまくいってないところが、僕も初めて今回クラウドファンディングやったんですけども、ネクストゴールの申請が間に合ってないっていうところで、今そこの、その調整を今、もう 600% いってるんだから、ちょっとやった方がいいよって周りから言われてるんですけど、ちょっと進んでない。600ってすごいですからね。ね、なんかこんなに行くと思わなかったんで、すごい、応援していただいて、本当に嬉しい限りなんですけどね、本当にありがとうございます。はい。ちなみに、サボイア家のナイトって、はい、簡単になれるもんなんですか？はい、ですね、ちなみに言うと、まあ、今日本に入ってきて、そのイタリア王室として活動し始めるっていうのはまだ3年4年ぐらいなんですね。で、何をやってるかっていうと、日本の子供、中学生とか小学生とか向けにですね、日本でいうと武士道ってあるじゃないですか、はい、武士の道って書いて武士道みたいな感じで、どうしても騎士道っていうのがあるんですね。自分で道を切り開いていくためにどうしたらいいのかとか、うん、博愛の精神とか、はいはい、まあ、そういったものが、まあ、南下城っていう形であって、でそれを、まあ、イタリアの方から王子が来た時に、プログラムとして、学校に
行ってその道を極めた方からお話をしていただいたりとか、まあ、そういったことで子どもに対しての教育活動っていうのをやってるんですね。うん、で、まあ、どういった方がいらっしゃるかっていうと、まあ、歌手でいうとエグザイルの ATSUSHI さんとか、はいはい、あとはあの方もそのサボイヤ家の騎士団のナイトの一人なんですけども、あとは東京オリンピックの、スタジアムの建築に携わら建築家の熊健吾さんとか、はい、ああいった方も、まあ、その騎士団の騎士団にもともと入られていらっしゃる方なんですね。そういった方が、まあ、子供のところに行って、まあ、イタリアから来られている王室の方と一緒にそういったプログラムに沿って、お伝えしていくっていうような活動をしていて、で私はそこら辺の部分を、まあまあ、支援していたというかその事務方の部分で、お手伝いっていうのをしていて、まあ、そこから、まあ、これからもっと日本で広げていくっていうことの一環として私もなってるっていう形なんですね。なるほどなるほど、まあ、貢献してる方っていうことですね。うん、あそうですね、はい、うんうんうん、貢献してる、あとは、まあ、今後そういったことの貢献っていうことに対して、コミットしていこうとしている人、まあ、それ、うん、そういった方たちの活動につながるようなことをしている人、まあ、そういったところになってくるんですけれども、はい、なるほど、ありがとうございます。まあはい、ちょうどそのいろんな働き方、その私が会った時は、はい、その介護に関するお仕事をしていたので、はい、でなかなかこう、はい、転職とか悩んでる方とかがいらっしゃるんじゃないかなとは思い、うん、まあ、私もね、はい、院をちょっといろいろ変えてたりしているので、うん、そのなんだろうな、マイナスな意味でこう退職するっていうよりかはやりたいことがあってそこが明確にこう自分の目標に合うんだったら、まあ、一度行ってみてもいいんじゃないのかなっていう参考に塩谷さんがなればいいなって思って、で、まあ、今そう、はい、貿易関係の仕事とさらにそれがまあイタリアでもあるしそこで自分のその好きだったアイスも一緒に、まあ、塩谷さんは仕事じゃないって言うかもしれないけど、まあ、結果的に旗から見ると、うん、いや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 仕事でしょって思えるのでなんかそういうふうに自分の、はい、なんか趣味だったんだけどいつの間にか仕事になってましたっていいなって思いながらせっかくだから話してよって思って今回話してもらった感じですね。 ありがとうございます。なんで僕がこの場で話することなんかあるのかなとか思って最初お声がかかった時にすごいちょっとビビってしまったんですけど、なんかその特に聞かれてるのがそのね医療関係の先生方とかそこに関係される方っていうことだったので、うん、いやそんな恐れ多いっていう形でもうちょっと驚いてしまったんですけども、はい、なかなか歯医者の先生だけで趣味派っていう先生も確かにいらっしゃいますけど、やっぱりいろんな趣味の先生いらっしゃるので、まあ多分その新しくこっちでやってみたいんだけどって、ね、なかなか副業禁止のところもあると厳しいと思いますけど、なんかできるんだったら、うん、まあせっかくだからやってみてもいいんじゃないっていう、そこの部分ですかね。うん、そうですね、まあ、ちょっと自分のことで話をするっていう形でしかちょっとできないんですけれども、うん、はい、他の人にこうした方がいいよとかっていうことではなく、うん、僕はもう基本的に、なんて言うんでしょうね、専門職ではないので、まあ、こういった資格を取ってっていう形で突き詰めていく働き方をしているわけではないんですね。うんうん、ただ私の働く軸っていうところは何かっていうと、結構その01の部分っていうのは結構大きくて、うんうん、まあ、自分で立ち上げる、もしくはなんかそういったことができる人と一緒にチームを作って、うん、まあ、今まであったもの、あとはその仕事、まあ、あとはまあ、そこにあるような資源っていうのを、まあ、どういうふうに再定義するのかとか、まあ、そういったことをですね、いろんなところでこうやっていくっていうのが仕事のベースになってるなっていうことを、まあ、振り返ってみると思うところがありまして、うん、で、まあ、今回そのコロナの件で、まあ、いろんなことが皆さんその在宅にいなきゃいけない、まあ、医療関係の先生方っていうのはやっぱりそういったわけにもいかないところもあると思うんで、うん、そうじゃないところもかなり多いとは思うんですけど、普通のまあ会社員とか、まあ、そういった人たちっていうのは、今まで普通に電車に乗って、うん、オフィスまで行って、そしてまあ時間まで働いて、そして戻ってくるっていうような生活をしている方が大半だったと思うんですけれども、はい、
実はまあ今回のコロナの件で、まあ、その働き方もそうだし、あとはまあその家にいるってなると、家でもそのご家族がいる人は家族とどういうふうに関係を取っていかなきゃいけないのかとかって、まあ、いろいろ考えさせられてる時間だと思うんですね。うん、で、なんかもう、子供が2人いて、もう子供の面倒を見ながら、仕事したりとかっていうことをやっているんですけれども、まあ、そんな中で、何でしょう、仕事、何のために仕事をやってるのかっていうことを、多分突きつけられてる時期なんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、僕は何のために仕事してんだろうなって思ったときに、僕は結構その、自分が会いたい人っていうか、一緒に仕事したい人と会うために仕事やってるところがあるんですね。うんうんうん、それも、自分のいるその専門領域から飛び出したい。うん、結構そのクロスオーバーにいろんなところに飛び出しながら自由に、まあ僕のようにこういろんな人たちと組みながら新しい価値を生み出すっていうような、そういった人たちと、何か新しいものを作って、そして、社会に対して提供していく、そして貢献していくっていうようなマインドを持つ人と一緒に仕事をしていきたいし、時間を過ごしたいと思っていて、その中に、まあ、働くっていう部分があるのかなと思っているんです、僕自身は。なので、そこで言うと、まあ、これだけをやっていくっていうよりは、まあ今も本当に1週間ごとに出てくるニュースとか、まあ、情報とかも変わってくると思うんですけども、これからもともと多分1年とか2年とか経つと全然違う世界になってくると思うんですね。そこで求められているものも違ってくると思うし、いろんなものが変わってくると思うんですけども、その時その時に必要なものっていうのをいろんな人と考えながら、いろんなチームを作りながら、まあ、提供していくっていうような働き方っていうのも、一つまあこれから出てくるんじゃないのかなというふうに思っていて、で、まあ、さっきそのジェラートっていうものは職歴の中にはないですよっていう話をしたと思うんですけれども、はい、多分これから大なっていうのかな、今までは個人とか企業とかっていう単位でしか物事ビジネスって動いてなかったと思うんですけれども、うん、その個人と企業の間ぐらいにあるような公衆って言われて、公衆衛生とかの公衆ですね、自分の興味があるコミュニティとか領域とか、そこと個人の間みたいなところに多分いろんな需要とかそういったものが出てくるんじゃないのかなっていうふうに思っていて、そこに、まあ、僕はアイスが好きっていうことでアイスを好きな人たちのコミュニティがあったりとか、うん、あとは、まあ、ゴールデンウィークにやったんですけど、僕もともと地域創生みたいなこともやっていて、 そうですね、まあ、それは東北から関わってるんですけれども、うんうん、そこ関連で、クラフトビールを、うん、まあ、ビールの醸造所、まあ、ブルワリーを立ち上げながら、まあ、それを各にいろんな地域で街づくりをやってる会社さんってあってですね、うんうん、ゴールデンウィークの時はその岩手県の遠野っていうところと、あと東京の二子玉川、はいはい、あとは横浜の3つのブルワリーさんに集まってもらって、それぞれのその地域の街づくりと、あとそのビールのクラフトビールっていうものはどういうものなのかとかっていうことを話をしながら、参加者はその会社さんのビールを飲みながら聞く、まあ、ズームでですけど、これと同じようにズームで飲みながらする、そして、まあ、そのものづくりっていうことにも関わっていくし、街づくりっていうところにも関心を持つ、でもそれって、まあ、そのブルワリーさんたちからすると仕事かもしれないですけども、聞いてる人からすると、まあ、興味の関心、まあ、そのビールが好きとかお酒が好きとか街づくりが好きとか、まあ、そういった、まあ、さっき言った公衆、まあ、コミュニティって言ってるところにかなり近しいと思うんですけれども、そういったところにどういうふうにアプローチしていくのかっていうようなことは、まあ、仕事、まあ、企業とかだとできるところとできないところっていうのが出てきていて、まあ、これからの時代結構企業ができないところってすごい多くなっていく、いくんじゃないのかなって思ってるんですね。まあ、そういったところにどういうふうに関わっていくのかっていうところは、割と好きがベースなものっていうのが結構、うん、重要になっていくんじゃないのかなって思っているんですね。で、僕はたまたまジェラートだったりとか、そういった地域づくりとかっていうことが好きだったので、そういったことに関わってるんですけれども、多分皆さんそういったことって、いろいろあると思うんです。先ほど、ね、池川先生おっしゃられたように、まあ、歯科医師の先生で、まあ、歯のことだけが好きっていう先生ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれども、うん、まあ、ゴルフが好きだとか、まあ、なんだろうな、コーヒーが好きだとか、なんかいろいろ好きがあって、まあ、そういったものと、合わせながら、
何かもしかすると仕事みたいなものにもなるかもしれないし、まあ、仕事じゃなくても、まあ、いろんな地域と関わるようなきっかけになるようなものとか、まあ、あの世界に目を向けるとそれだけで何て言うのかな、その好きが人助けになってたりするようなこともあったりとかすると思うので、うん、今その働くとかっていうことの、考え方とかがもう全然多分変わってきてる、ちょうど過渡期なんじゃないのかなと思うので、うん、僕もうまく言語化はできないんですけれども、できることをいろいろやれるだけやろうというふうに思って大量行動してます、はい、いやーそのなんだろうな、今その働き方とか働きやすい環境とかも調べてるところで、やっぱりその焦点になってくるのが、まあ、少子化って時代で、まあ、子供が産めない社会っていうのもなんとなく肌感でわかるんですよ。でそうしてった時に、うんはい、やっぱりこう定時で働かなきゃいけない仕事もありますよ。もちろん医者がね、まあ、オンラインで済めばいいけど、実際にじゃあ歯医者が歯医者いなくて治療できんのかって言ったら、まだちょっと遠隔のロボットで実際にインプラントのオペやって成功してるらしいんですけど、まあ、まだそう、まだまだそういう時代はもうちょっと先だと思うので、ただそれ以外の仕事でこう何か家族に対してシフトするとか、その自分の時間を大事にするとかっていうところをもうちょっと煮詰めていかないと、多分みんな疲弊しちゃうなと思って。そうですね、多分今の社会のやっぱベースになってるのっていうのも昭和の時代の価値観だと思うんです、うん、平成の30年を得てもまだ昭和の価値観があって、で今令和になってようやくそこの部分がグラデーションでかなり薄くなってきてるので、うん、まあ、今回のコロナみたいなことにがあっても結構きっかけになり得たと思うんですけど、これが多分15年とか20年前だったら多分なり得なかった、同じようなコロナが来たとしてもなり得なかったんじゃないのかなっていうふうに思うんですよ。だからなんかある意味ちょうどみんながもともとこうなったらいいのになっていうふうに思っていた、疲弊するようなものとか、あとは同調圧力だとか、まあ、いろんなものから脱却する、まあ、きっかけにはなり得るんじゃないのかなっていうふうに思っていて、うん、まあ、それが働き方が一番、まあ、自分だけではどうにもならない一つだし、うん、まあ、そこが変わらないと、やっぱり子供も産めないとか、うん、まあ、子供を一人じゃなく二人欲しいとかっていうのも経済的に難しいとか時間的に難しいとか、うん、まあ、そういったことの縛りが出てくるので、まあ、そこから解放されるきっかけにもなり得るんじゃないのかなっていうふうには思いますね、うん、確かに、うちも双子なんですね、双子の子供で一気に生まれて今2歳に、もうちょっとになるんですけども、そう、そうなんです。だからもう5年経ったっていうのが分かるじゃないですか。そうですね。そうか、お子さんがいると分かるな。そうだな。いやー、そっか。そうなんです。で、やっぱり子育てするっていうのは、まあ、はためで見てるのと自分でやるのとね、やっぱり全然違うし、なんていうか、まあ、仕事の方が楽な部分があったりとかっていう、もうなんていうのかな、合理的に、はい、できることとかもあるとは思うんですけれども、結局なんかそこの今だと会社の意思決定してる人が育児をしていなかったりとかするっていうのもあったりするじゃないですか、うん、そうですね、まあ、企業とかで言うと、うん、だからやっぱりそこら辺が変わってくる、まあ、みんな今在宅からまあ働くことをスタートする人たちも増えてくると思うんで、これからの時代、うんうん、そうなってくるともう当然その育児とかっていうことを仕事の中でどういうふうに考えなきゃいけないのかっていうことを上の人たちも考えなきゃいけないと思うので、うん、すごいいい方向に僕は行くんじゃないのかなとは思いますけれど、はい。あともう一つ、先ほどおっしゃってた、まあ、私もその高齢化社会とか少子高齢化っていう中で、まあ、日本のその国力がだんだん衰退していくっていう、よくそういう話聞くと思うんですけど、そういった中でのその地域の人たちの活性化っていうところはすごく興味があって、でその中で、この後ね、今回のちょっと動画収録なんですけど、はい、塩谷さんからご紹介いただいて、兵庫県の管理栄養士さんでしたっけ。そうですね、兵庫県の淡路島の方で管理栄養士さんをやっていながら、はい、まあ、その地域の、活性、まあ、地域、まあ、淡路島でやっている農業とか高齢者の働き方とか、まあ、そういったことを、含めて高齢者支援をやっている方っていうのを僕の方でちょっといろいろ
関わらせていただいて、うん、まあ、どういったことができるのかということを一緒にやっているんですけれども、ぜひまあこの後ですね、出ていただいて、まあ、お話、具体的にどんなことをやっているのかということをお話ししていただきたいと思うので、はい、ぜひそこで皆さんにお伝えできればなというふうに思うんですけれども。はい、というわけで、あの最初に伝えるの忘れてましたけど、この動画事前収録になります。はい、で、2本続け撮りですね、塩谷さん。あ、そうですね。あ、僕も残るんでしたっけ？え？あ、僕も残るんですね。いや、そうですね。いや、いなくていいならあれですけど、え、そのつもりでしたけど？あ、じゃ、あの残ります。はい、大丈夫です。はい。まあ、とりあえずそんな感じで。自分でね、あの喋ることで精一杯で。あの、完全に忘れてました。あ、了解。時間大丈夫ですか？あ、時間大丈夫です。了解です。じゃあ、残ってください。はい。はい、わかりました。今日ね、塩谷さんにいろいろと、まあ、働き方の話もしてたし、その、地域創生っていうところで、まあ、今、貿易会社に勤務しながら、そちらの方もされていらっしゃるので、もしご興味あって、塩谷さんに連絡したい方が、もしいた場合は、どのように連絡したらよろしいですかね？はい、この YouTube の備考欄のところに、Facebook のリンクを貼ってますので、そちらのメッセージの方からですね、はい、お手数なんですけれども、ご連絡、まあ、こちらの YouTube の動画を見てっていうことをお伝えいただければ、きちんとご返信いたしますので、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、ちょっとたまにね、Facebook の仕様が変わって、お友達じゃないから急にあのメッセンジャーが飛んでくると、たまにあの何ヶ月か表示されないっていう悲しいことがたまに起きるので、うん、はい、もしあのお困りの方いらっしゃいましたら、この動画のコメントに、連絡していただければ、私が気づき次第、塩谷さん直接おつなぎさせていただきますので、はい、はい、まあ、基本的には塩谷さんに Facebook でメッセンジャーでご連絡、もし連絡つかなければ、この動画のコメント欄に記載していただくようにお願いいたします。あ、はい。はい、というわけで、本日塩谷さんにいらしていただきました。塩谷さん、貴重なお話ありがとうございました。あ、はい、ありがとうございました。はい、で、塩谷さん、ちょっとそのまま待っててくださいね。はい。というわけで、皆様お聞きいただきありがとうございました。そう、最初にお伝えし忘れましたが、この動画は事前収録となります。で、今コロナ期間で自粛ムードがある中は、基本的に毎日夜の10時から、放送させていただいております。もしよろしければチャンネル登録、高評価、いいね、よろしくお願いします。そしたらまた明日もいらっしゃってください。ありがとうございました。